この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。田部さん、よろしくお願いします。はい、中村さん、よろしくお願いいたします。本日の日本株ですが、日経平均株価はですね、4日続伸となっております。アメリカと中国の貿易摩擦、そしてトランプ政権のですね、ロシア疑惑に対する懸念というものがありまして、前場の段階ではですね、ちょっと積極的な買いというのは少し手控えられていたのかなというふうに思うんですけども、5番に入りまして、ちょっと強くなってきたかなというところですね。はい、為替もドル円が111円40銭台ということで、こちらもちょっと戻してきてますね。そうですね、やはりその5番の日経平均株価、日本株の上昇の動きというのはこの為替を反映しているのかなと思うんですね。そしてこの為替相場なんですけども、今中村さんおっしゃいましたように1ドル111円の半ばぐらいということですね。これ多分ですね、 FRB が22日に公表しました。FOMC、これ7月31日から8月1日にかけて行われた、FOMC の議事録の内容ですね、それを受けての円安、さらにですね、アメリカのダラス連銀総裁とか、またカンザスシティの地区連銀総裁ですね、こちら、両方とも利上げが必要だということを改めてこう示してきましたので、こういったこともドル高、円安という形でこう反応して、株式相場の方にもこう影響を出したのかなというふうに考えています。はい、では株式市場中身を見ていきたいと思いますが、業種別の動きです。はい、上昇率の上位がパルプ紙、その他サービス、医薬品、情報通信、その他製品、小売、山の工業、下げているのが鉄鋼、非鉄金属、機械、このあたりということですが、田部さん、中身についてはいかがでしょうか。そうですね、総じてみると内需がやっぱり堅調なのかなというところで、マイナスの幅を、輸出関連のところが少し縮めてきているのかなというふうに思います。売買代金上位のところでは任天堂とかソフトバンクですね、ファーストリテイリング、ソニーなどがしっかりしていて、ソフトバンクグループに関しましては持ち分法適用会社の、中国のアリババ集団ですね、こちらの現役決算、新聞にも報道されてましたけども、これを受けまして朝方売られていたんですが切り返したという形になっております。その他の中期経営計画の目標のですね、前倒し達成の観測が伝わりましたエーザイですね、こちらも 2% を超えるような高くなってきているということ、あとは個別のところでオルトプラスという会社あるんですけども、これ新作のゲームの好調ということで、連日のストップ高ということで、個別では結構活発に動いているものも目立つなと、その一方でスズキとか KDDI とか日産自動車といったところですね、東海カーボンとか小松とかサムコなんかもそうなんですけども、2% を超えるような下落になっている銘柄も一時期ありまして、個別の対応と輸出内需はっきり分けている形じゃなくて個別の動きになっているかなというふうに思っています。はい、それでは新興市場、こちら久々の3日続伸なんですけれども、どうでしょうか。そうですね、やはり、上値はこちらも5番に来て取ってきているような形なので、多分ですね、今夜行われますジャクソン会合ですね、新興市場に、そこまで外部環境を影響するのかというよりもこうマインドに対する影響だと思うんですけどもね、このパウエル FRB 議長講演もですね、控えて、燃え眺めのような雰囲気もあったんですけども、どちらかというとですね、それを抜けた後の出直り期待というものがもうちょっとこう始まってきているのかなということですね。あとやっぱり利上げ、アメリカの利上げ観測の再燃ということで、昨日も株価上昇の要因になってましたけども、今日もそんなような形になっているのかな、それにつれてですね、株価もこう新興市場も戻してきていると、ただあまり利上げの話進みますとですね、またトランプ大統領の方が改めてね、またこう、もともと FRB の利上げ政策を非難していたので、やっぱり利上げに対する思惑に対してはこう、歯止めのような発言とかね、なんか出てくる可能性があるので、
まあ、そこら辺も注意して対応していかなくちゃいけないかなというふうに思ってます。はい、では個別の動きは今日いかがでしょうか。はい、個別目立ったところでは IG ポートですね、3791なんですけれども、まあ、こちらのアニメの制作とか企画を手掛けている会社でございまして、コンピュータグラフィックのアニメ制作に強みを持っているということで、まあ、よりこう鮮明なですね、迫力のあるものを作れるという会社なんですが、株価の方も一家続伸という形で、まあ、この IG ポートはですね、アニメで進撃の巨人というのがありました。これヒットして有名になりましたけれども、まあ、このグループ会社ですね、この IG ポートのグループ会社が、まあ、中国でのオンライン配信、まあ、このオンライン配信のライセンスですねの、まあ、供与を開始するというふうに発表しました。まあ、それを受けて今日株価高いという形になっております。まあ、チャット見てもね、ちょっとこうお休みしていたような期間があって材料が出たので、まあ、より反応しているかなと思うんですね。しかもこの配信先は中国のシャオミですので、まあ、そのシャオミが開発する新型のヘッドマウントディスプレイですね、リアルにこういろいろ映ってくる画像が楽しめるものですけども、まあ、それに搭載されますコンテンツ配信サービスということですね。まあ、いつから始めるのかというのはまだ近日中ということで、まあ、明らかになってないんですけども、まあ、株価の方は先取りして反応しているというところですね。それでもう一つのところはアクリートという会社でございまして、4395ですが、この会社は SMS の配信最大手でございます。企業から個人向けまで配信しているという会社でありまして、もう決定していたんですけども、普通株式13万8000株の第三者割当増資ですね、これをですね、割当先の SMBC 二個証券から応じる通知があったということを発表して、まあ、これを受けてですね、まあ、資本の充実ということで、交換されているということですね。手取り概算額9740万円程度なんですけれども、まあ、こちらの方ですね、ソフトウェアの開発とか、設備投資とかですね、まあ、借入金の返済なんかに充てると、返済なんかに充てるということで、まあ、増資の手続き順調が明確化したことを買い材料としているようですね。はい、では引き続きそちらのスタジオからお願いします。はい、こちらからはですね、新興市場をですね、まあ、チャート見ていただいてもですね、なかなか動きが悪かったりとか、全体論を見てもですね、ちょっと言葉が出ないようなちょっと内容になってたりとかする日もあるんですけれども、まあ、このところちょっと相場戻ってきておりますけれども、このあんまり相場が良くないかったですね、8月に情報修正している銘柄があるんですね。まあ、その銘柄をちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと表の方を見ていただきたいと思います。こちら表を見ていただきますとですね、コード番号から書いてありまして、ビリングシステムズですね、まあ、時価総額出ております236億ですね、主な業種としては内容と事業内容としては決済代行サービスで、情報収支発表したのが8月13日ですよということですね。それで、1億7000万の営業利益予想ですね、2億7500万に、変えましたと、変化率 62% ということで、まあ、そういったところで他にもですね、ダブルスタンダードとかですね、まあ、あとはその、こちらの方も8月13日にですね、あとナノキャリアとかですね、JMC、メドピアということで、まあ、いずれもですね、もう内需完結型の企業、まあ、この JMC、まあ、国内の企業に製品を納めてますので、まあ、為替の影響はあまりないのかなというところですね。でまだございまして、トレードワークスとかですね、これソフトウェアの業務ですけども、あと医療用試薬とか検査薬のみずほメディとかですね、まあ、工作機械の会社のワイダ製作所とかですね、あと UEX とかございます。まあ、いずれもですね、結構変化率 40% とかね、まあ、60% が高いのがございますので、まあ、新興市場ですね、業績面でこうパッとしないような雰囲気がちょっと決算発表であったところもあるんですけども、まあ、またこの8月に来て次の期の決算を前にしてですね、まあ、情報修正に動いてきている会社もあるということですね。そこで今日はですね、この JMC をご紹介します。これ 3D プリンターの出力とかですね、まあ
CT 事業とかですねを、手掛けているわけなんですけれども、こちらの方ですね、いろいろこう 3D プリンターというものを出力事業を開始したのはもう99年から開始しているわけなんですね。それでこの鋳造技術とこの CT スキャンの事業化も一緒に進めたということでございます。この会社はですね、 3D プリンターでこう出力したものをですね、より型を取ってですね、そこにこう流し込んで実際にですね製品も作れる技術と、あとはですねよりその型がしっかりできているかどうか、 3D プリンターが正確なのかどうかという CT スキャンを通してですね、さらに精度を上げていくということで、型枠作成時のですね、事業連携、この 3つの事業の連携で、スピードアップと品質を高めることができたということですね。それで、お客様に対してもですね、メリットがこう高まったということで、18年の12月の第2四半期の累計の営業利益なんですけども、1億6000万円、1.6 億円ということで、これ前年同期は300万円程度しかなかったんですね。仕事がすごく忙しくて、前期は外注をたくさん使ってしまって、ちょっと利益を落としてしまったかなというところなんですけども、設備投資も一旦は終わりまして、長野工場を拡充して、一生懸命ね作って始めたんですけども、それでも、目いっぱいになってきてしまっていて、さらに増資をしていくということですね。今期売上25億で、利益もですね、終わった期2200万円から 2.6 倍という方で形になっておりますので、こういった評価がですね、株価の方にもこう出てきているという形ですね。日足見ると休みながらもどんどんですね、高値を取ってきていて、週足で見ていただきますとですね、前回高値ですね、2月28日につけた、3240円というところですね、抜いてさらにこう上に動いてしている段階ですので、ちょっとこう新たな領域にこう入ってきた可能性もあるのかなという感じがいたしております。中村さん、私の方は以上です。内藤証券の田部さんに伝えていただきました。